はい、どうもこんにちは、平塚 YouTuber しんです。本日はですね、平塚駅西口に、来ています。今回はですね、こちらベゴッコのカルビさん4階にあるんですけども、 A4A5 ランクの黒毛和牛の、焼肉店さんですね。こちらです、4階にありますので、今日は会社のみんなでお邪魔していこうと思います。それでは行ってまいります。こちらに見えるのがですね、餃子の王将なんですけども、すぐね、もう駅からすぐの場所にございます。4階です。やっていただかないと。ういっす。気をつけたらあんま良くないっていう噂があるから。満足のこれ。うますぎるね。学食 YouTuber じゃん。パクっていう。これも知らないけどね。お肉を端っこに避けていただいて、これで切っていただけるの。はい。避難をやって、やった。はい、あ、ホリーです、どうぞ。そうですね、せっかくはちょっと、やはり火がでやる。はい、というわけですね、今回は。ベゴッコカルビさんで、お肉をね、たくさんいただきました。お土産と言いますかですね、タレをいただいてしまいました。焼肉はタレが9割ということで、その通りだと思います。お肉もね、もうトロトロで、ジューシーで美味しかったです。本当にごちそうさまです。24時まで、ね、やってるお店なんで、夜ね、ちょっと遅い方も、行ってみてはいかがでしょうか。ごちそうさまです。はい、というわけで今回はですね、平塚駅の西口近くにありますベゴッコのカルビさんにお邪魔してきました。ここからですね、ベゴッコカルビの営業時間、アクセス、メニュー、特徴などをお話ししていこうと思います。まずはですね、営業時間なんですけども、営業時間は夕方5時から24時までの営業となっております。フードのラストオーダーが1時間前の23時、ドリンクのラストオーダーが23時半となっております。日曜も営業していて、定休日は不定休となっております。今回ですね、僕10時ぐらいにお邪魔したんですけども、結構な賑わいでですね、7人ぐらいで行ってしまったんですけども、結構ちょっとね待ったかなという感じで、でもね、その大勢で行かなければね、すぐに座れたのかなと思うんですけども、ほぼ満席でした。次アクセスなんですけども、アクセスは平塚市レニア町14-3ということで、 JR 平塚駅西口より徒歩1分ということで、もうすぐですね、駅出たら、西口出たらすぐね、右手にございます。ちょっと今ビルの4階なんで、ちょっと頭を上げなきゃいけないんですけども、迷うことなくね、到着できる、距離ではないかなと思います。お車でお越しの際は駐車場はないんですが、平塚駅前のダイレクトパークがありますので、そちらをご利用ください。2時間分の料金または上限の400円までがサービスとなっております。次にメニューに行きましょう。メニューなんですけども、メニューは盛り合わせメニューがこちら、梅盛りが3800円、竹盛りが5300円、松盛りが7400円、お手頃ラインナップが牛タン塩2種盛りが2130円、パン塩3種盛りが1500円、ソーセージ食べ比べ780円といった感じですね。フードメニューに行きまして、まあ、3塩800円、ネギタン塩870円、厚切りタン塩800円、黒毛牛カルビが880円という感じになっておりますね。その他ホルモン、刺し、ソーセージ、豚、鶏、海鮮など、あと焼き野菜の豊富なラインナップとなっております。その他キムチ、ナムル、サラダ、ご飯物、麺、スープ、デザートなどね、お肉だけじゃない飽きないラインナップとなっております。黒毛和牛の希少部位一覧なんかも書いてありまして、この一覧見てもらえれば、この肉が、ね、どういうものなのかというのをね、見ながら勉強しながら、楽しめるお店じゃないかなと思います。ドリンクメニューも、まあ、お酒がね、種類が豊富で、その他ワインと、ドリンクのね、もちろんソフトドリンクなんかも、種類がございます。結構ね、デートで利用されてる方もいらっしゃいましたので、そういった恋人と行くお店なんかでもいいんじゃないかなと思います。その他ですね、最近そのコロナウイルスの影響でもありましてですね、まあ、自宅で、本格焼肉をね、楽しみたい方にベゴッコの本格焼肉セットということで、こちらのように販売されております。
もうお値段はですね、大体5000円か1万円くらいですけども、こちらのサイトがね、すごい見やすくなっておりますので、一度サイト見てみていかがでしょうか。今回僕もですね、ビゴッコロカルビさんいただいたわけなんですけども、まあ、味、香り、食感ですね、全て、ね、届けるような食感でね、感動いたしました。サラダもね、シャキシャキで、いつも食べるんですけども、美味しかったです。焼肉屋に行くとね、サラダとね、もやしナムルを僕必ず食べるんですけども、両方ともね、どちらも絶品で、たくさんいただきました。ごちそうさまです。提供スピードにもね、遅れがなく、ストレスなくね、楽しむことができました。1点ユッケもね、最高だったので、ぜひね、皆さん1回行った方はね、ユッケも食べていただきたいと思います。最後にですね、帰り際にですね、ベゴッコのカルビのタレということでいただいてしまったんですけども、焼肉はタレが9割ということで、醤油をベースに野菜フルーツをふんだんに使い、甘すぎずすっきりとした味わいの、タレということで、和牛を引き立たせるコンセプトに作っておりますということでした。ベゴッコのカルビのね、タレがお家でも味わえるということでね、お値段もね、まあ、700円ということで、もうお手頃なんじゃないかなと思います。皆さんぜひね、こちらを購入してみてはいかがでしょうか。最後の特徴なんですけども、A4 A5 ランクのですね、黒毛和牛、A5 ランクといったらほぼね、最高級ランクと言われますけども、A5 ランクの黒毛和牛がですね、楽しめる焼肉店ということで、本格的にね、焼肉を楽しみたい方、まあ本格的でなくてもですね、まあフラッと行きたい方にもね、おすすめのお店になっております。ぜひ皆さん一緒に行ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、平塚 YouTuber では平塚のお店、企業、富士の平塚のことを紹介しております。チャンネル登録やコメント、ぜひよろしくお願いいたします。以上、平塚 YouTuber、シンでした。では。